はい、じゃあ続きいきますよ。桃太郎伝説。次金太郎の村に行けってことなんだけど、どうなんかね、行っていいのかな。多分またインフレすると思うんですよね。あのインフレの連続だと思いますよ多分これ。わ、砂漠、あたり一面砂漠だけど、北上して大丈夫これ、大丈夫。カビのお化け、カビのお化け、うわ勝ってこいつ勝ってけど、向こうも攻撃力大したことねえな。ちょっと通常攻撃で倒しきれればいいな的なね。うわー勝って硬くはねえけど、しぶてえなこいつ、 HP 高い。まだ来た、いきなりインフレだこれ。はい、うわーその割だな、おい手間かけた割にはダメだ、あいつとは戦いたくない。わーい、マジ、ちょっと待って、いきなり、ついこの間までボスだったじゃん、これが雑魚的に出てくんの、マジか。はいはいはい、まあでももう弱いっすね。やっぱ犬の力はすごいんだね。山に囲まれてるな、ここの辺じゃないのか。よし、オッケー、ちょっと回復しとこう。はい、かな金太郎の村って、なんかだいぶ北の方に来ちゃったけど、高画者の玉、体力回復した、きたねえなこいつ。はい、さあ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 、どうどうどう、倒しきって、よーし、なんもない。この辺になんかあったりするかな。鎧トカゲ、うわーなんか硬いんじゃないこれ。あ、そうでもない。オッケーオッケー、普通に戦えてますね。あれ1しかくらん、なんなんだこれこの差は。ちょっと待って、強いぞこれ、倒しきれ。ちょっと待ってちょっと待って、金タン、強い。いやーちょっと待って、何こいつ、ちょっと待って、金丹、ちょっとやっぱインフレですねこれ完全に。ちょっとダメージに差がありすぎないか。おー、いった犬、オッケー、犬いいね。うわーすげえお金もらった、なるほどね、そういうことか。狐鬼、こいつやばいんじゃない。うわー、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、稲妻の術、うわちょっと待てって、これちょっと逃げるコマンドを押すこともできない。ちょっと一か八か、逃げろ、あぶね、ダメだこっち、ダメこっち、ダメこっち、ダメだ、こっちはダメ。あ、でもなんかあれか、金太郎の村って、待って、まだちょっといけねえぞ。あーもう六角使ってみるか、六角、うわー倒しきれないのねこれで。こいつほんと嫌い、よいしょ。あー効率が悪すぎんのよこれ。あー、こっちから行けた、よしよしよし、なんとかたどり着け、
のに。まあいざとなったらおにぎり使って回復させるんで大丈夫っちゃ大丈夫だと思うんですけどね。よし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 。え、鬼の金棒？何これ？これ強いのかな？え、強え！めっちゃ強くねこれ。ちょっと待って。67位になったんだけど。ちょ、アスカの剣と、ちょっと比べて。ちょっと待って、ちょっと待って。めっちゃ強くね？ちょっと待って。ちょっと待ってよ。鬼の金棒。ちょっと、ちょっと待って。回復、回復。回復。50両高えよ。高い高い。ちょっと戻ろう戻ろう。ちょっと鬼の金棒をさ、試験しつつちょっと戻ろう。場所分かったんでね。金太郎の村の場所分かったんでちょっと戻ろう。またおめえかい。おお、強い強い。めっちゃ強くねこれ。これは、いい武器ドロップしたわ。え？こんないい武器、拾っちゃっていいの？いいのいいの？いいのかな？ちょっと待って。ちょっと待ってね。仙人のとこ行こうか、仙人。あれ、当たらない。もしかして、そういう仕様？当たりにくいとか、そういう感じ？そうでもないか。めっちゃ強くないこれ。これはいい武器だ。だいたい倍ぐらいですもんね。まあ倍はいきすぎかな。攻撃力でもダメージ倍ぐらい出てますよね。来た来た来た。狼。あ、やべやべ。大丈夫かな。うわっと、倒しきれる。大丈夫。よし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 。おにぎりおにぎりおにぎり食べよう。食べる。よし。あす、こうなれば剣売りたいよね。剣売ってお金にしたい。金太郎の村に七夜あるかな。これはいい武器手に入れたぞこれ。うん、よし。占領のさ、占領の武器よりもあれなんじゃない？強いんじゃない？もしかして。よーし、運が向いてきたぞ。狼はさっさと倒してしまいたいよな。ダメージがでかいからね。よし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 。あ、なんだ、レベルアップするんじゃん。じゃあ無理して仙人のとこに来なくてもよかったかもねっていうね。よっしゃ、これで金太郎の村行くか。それとも、いや、確実に花坂村でさ、ちょっと武器売ってこよう。金太郎の村に質屋がないっていう可能性もあるから、まだ戻ってくるのめんどくさいしね。ここで確実に剣打って、よし、いいねいいね。いやー、いいダメージいいダメージ、これはいいぞ。どこだっけ。よし、売ろう。売ります。スザ、あ、違う違う違う、あ、違う、これ武器屋だ。これは武器屋。質屋だね。この辺めんどくさいですね。武器屋でもさ、売れればいいんだけど、質屋に来ないと売れないっていうね。はい。アスカの剣。300両。ほう。300両か。よし。
よっしゃ、じゃあ行こう。目指して金太郎の村を目指していこう。ちょっとごめんなさいね、何回もあっち行ったりこっち行ったりで申し訳ないんですけどね。狼こいつはちょっと強いからね、さっさと倒してしまいたい。はい、次で倒せるでしょ。オッケーオッケー。よーし、鬼の金棒手に入れてからだいぶ強くなったね。緑鬼。はい、よーし。しばらく攻撃力に困るまでは武器買わなくてもいいかな。下手に武器買ってさ、やっぱこっちの方強かったですだったらちょっとシャレにならないというか。あ、やべ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 、回復。あー助かった。はい、結構ダメージにばらつきありますよね。こっちが与えるダメージもちょっとばらつきがあるっていうか。いやーでもこれ武器買わないでさ、お金貯まっていって全滅っていうのがちょっと怖いから、やっぱ防具は。うわー、こいつ、あぶねー、こいつ、あいつやばいんだよ。ちょっと武器屋見に行こうか。武器屋。あったあった。やっぱ質屋ないですね。ほら、来た、白虎の剣だって。白虎の剣。これは無理だよな。弥生の銅とか、まあ、この辺ちょっと欲しいですよね。ジンバオリ、隠れ身のってなんだ？鹿の旅。まあ、とりあえず弥生の銅を買おうか。キサラギの銅は今つけてるからね。よし、弥生の銅買おう。とりあえず占領。ちょっとまだ情報収集はまだやめときます。とりあえずお金。うわー、なんだこいつ。ちょっと待てよ待てよ、六角で倒しきれるかな。六角どう。よし、あ、オッケーオッケー、これで戦えるってことが分かった。27、よし行こう。とは言ってもね、六角乱発できないからね。仙人さんのところ近くか、あの回復ポイントの近くじゃないとちょっとできないからね、乱発は。弥生の道、はい、いいえ、とりあえず装備しますね。ちょっと待って、防御力46でしょ。46の、おお、まあ上がりましたね。じゃあ次はさ、ジンバオリとかこの辺欲しいよな。鹿の旅とかこの辺が欲しい。隠れ身のってこれ何アイテムじゃん、防具なのかな。まあいいや、なんかエンカウント率が下がるとか、なんかそういうアイテムチックな感じだと思ったけど違うのかな。ここはまあ変わり映えのない感じですよね。茶店はなんか特別アイテムが増えたとかわけではない。夜になると向かいの島からケンケンと鳴く。おお、マジ記事じゃん。向かいの島からケンケンと、どうやって行くんだろう。ちょっと仲間にしたいよなそいつ。ああ踊りてえだよ。あ、七夜あったじゃん。なんだ、各村に七夜あんのかな。一軒はあの櫓に太鼓があれば大好きな祭りが毎日できるんじゃ。やればいいじゃないの。ああ村祭りがして、やればいいじゃないの。そう単純にいかないの。金太郎は相撲に勝ったら矢倉太鼓返すというがめっぽう強いんだ。え、金太郎が太鼓持ってんの。昔は金太郎もいい子だったんじゃが、村の大事な矢倉太鼓盗んでいきよって。おお、鬼なんじゃないかそれ。
鬼なんじゃないか。この村の人々はみんなお祭りが大好きじゃ。いや、まあまあ大体話聞けばわかりますけど、駅舎じゃ、やめる。とりあえず今行くとこ困ってないから、世の中ゼニーヤ、あーよかった、銀行だこれ。オッケーオッケーオッケー、ここに預けておけばいいんだね。よし、これでお金貯まっても大丈夫ということで、ちょっと他にまだ入ってない建物はなんもない。金太郎はどこにいるのかな。ああちょっと不安だから回復。金太郎が鬼っていう可能性もあるからね、ちょっと回復しとこうか。ちょっとわかんねえよな。なんかあれ、ここなんか行けるんじゃない。お地蔵さんもいるしね。お地蔵さん山にでも囲まれて終わりだな。ここは足柄山のふもとに位置している村じゃ。足柄山、この山々山脈が足柄山なのか。あでもなんか道が続いてるから行けそうな感じもするな。ちょっとこのまま奥まで行ってみるけど、なんかある。あおおおお来た、あ来た、金太郎、おら金太郎だ。おいらに相撲で勝ったら矢倉太鼓返してやる。どうだ、相撲するだが、はい。おいらとの相撲 A ボタンを、あー連打か。ほんなら行くぞ。ハーキョイ残った。あーっ、よっしゃー。桃太郎金太郎に勝った。金太郎に化けていた鬼が頂点、やっぱ鬼がチョコ材の小僧め八つ裂きにしてくれるわ。金の鬼マジ勝てる、うわー強え。ちょっと待って、六角で一気にいけないか、一気に、あー強え、こうマジか、回復しやがった。え8で使えねえの。えっていうことは消費があれってこと、あれさっき8だったよね消費。あでも倒したわ。あじゃああれかな、全体の技ポイントの何割合なのかな、わかんねえけど、まあとりあえずあの鬼の金棒鬼の金棒のおかげでね、あの倒しきったわとりあえず。よかったよかったよかった。高画者の玉って確か銀の鬼も使ってたよね。回復アイテムか。ありがとう桃太郎さん、俺の印にこれさもらってくんろ。村に伝えるほど、わあ来た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 、はい、オッケー。あ音楽変わった。同じアホなら踊れな、そんそん、うん、同じこと言ってるね。で本物の金太郎はどこ。いや結局さ、その花坂ジジイしかり金太郎しかり本物いねえじゃん。いいのかこんなんで。本物見つけないでいいのか、次の展開に進んでも。あちょっと待って待って、一応パスワードを一応表記しとこう。はい一応ね動画にしといて、まあこんなもんでいいか。はい、よっしゃ、じゃあいいの、本当にいいのこれ。金太郎探してないけどさ、いいんだな。じゃあ行っちゃうからね、もう。あちょっと待って、きびだんごあったよね。あれ記事の情報が欲しい。向かいの島って言ってたけど、向かいの島って言ってたけどどうやって行くんだろう。まあ50両払うか。あ人いた、ちょっと話聞いてく、話聞いてこっか。
この村の近くに住む仙人歯科医仙ん仙人歯科医仙歯科医仙はちょっと何言ってるか分かんない。岩を砕く術をしてくれそうだ。この村はずっと南に下った浦島の村から来た人がいた。あ、南、オッケー、いい情報、いい情報。南に行けば稲妻の術を教えてくれるのかな、多分。岩を砕く、なんかその辺記憶がある。稲妻の術で岩を砕くっていう記憶がある。あの島にどうやって行くのかな。ちょっとまだ行けないのかな。ちょっとじゃあ稲妻の術を教えに、岩を砕くね、稲妻の術を教えにもらいに行こうか。鬼ババし、えし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 えってなんだ、えしえしえ。あ、ちょっと待って、七夜にあのあれ売るの忘れてた。いや、鬼の金棒つえーな、これうん、つえーわ。もうゴリ押しで倒しちゃったもんね、昨日に。はい、売りますよ。キサラギの銅400、オッケーオッケーオッケー、よし。さて、じゃあ行こっか。どこだっけ、南に行けって言ってたよな。ああもう効率悪いやつ。まあでもね、鬼の金棒を手に入れて強くなってますから、キジ多分仲間にしたらまだ攻撃力とか上がると思うんで、早めにキジ仲間にしたいんですけどね。うん、よし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 。ほら5と10だからさ、ここに来て5と10ってさ、ちょっと効率が悪い。うわー、こいつ来た、キツネ、キツネ野郎。パチポイント、こいつ稲妻の術使ってくるんですよね。よし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 、つえー、マジつえー。いい武器拾ったもんだな、本当にありがたい。なんか穴開いてるけど、クマネズミチューチュー。あら、かわされた。まあこのぐらいのダメージだったら、まあまあまあ問題なくいけるかな。うわー、すんげえお金もらった。ここはこっからあれじゃない、向かいの方の穴から出てさ、キジのいるとこに行けるんじゃないか、もしかして。多分だけどね。あれ、こっちが外れ。あの、一応、うわぁ、強え。ちょっと待って、ちょっと待って。強いよ、強いよ。ちょっと、一旦出ようか。ちょっと、オッケーオッケー。僕は基本的にダンジョンでは宝箱を優先的に取りに行くんで、なんもない。え、南に行けばおるって言ってたけどね、仙人の家。宝箱優先的に取っていくんで、戻ったりあっち行ったりこっち行ったりするからさ、ちょっと時間かかるかもしれませんけど、その辺はお許しいただければなと思ってますけどね。クマネズミやる、まあ、若干ダメージ下がるのかな、視界悪くなれば。よしよし、あいつ、あのクマネズミ飼ってればお金いっぱい貯まるんじゃない。鬼ひょうたん、うわー、マジ？ちょっと待てよー、全滅したくない。うわー、ちょっと待てって、ちょっと待て、ちょっと待て。よしよしよし、ちょっと六角使う？いや、一発殴っていかないでしょうか。どうする、倒しきれ倒しきれ倒しきれ。おっしゃ、あぶねー、あぶねー。リスク高い割には、あれだよね。そんなに、経験値もお金も持ってるわけでもないし。ちょっと仙人どこいんの、仙人。仙人のとこ早く行ってさ、ちょっと、稲妻の術を覚えればまだ、状況変わるんじゃない？
来た来た来た、こいつはこいつはお金持ってるから。あらかわされた。ちょっと視界悪くなる前にできるだけ早くダメージを与えておいて、よし回収陣撃強い。よっしゃ、どこ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 、その仙人さんの家は。イノシシ、浦島の村がどうとか言ってたよね。浦島の村まで行かなきゃダメなの。あ、あれかな、あれっぽいよな。これ六角で倒しちゃいますね。あ、やっぱり全然消費違う。やっぱ全体のあれなのかな、割合っていうか。気づけば7歳になってますね。7歳、年1個取ってる。あ、これじゃない、岩あるし。わしは視界千人じゃし、あ、オッケーオッケーオッケー。そうか、苦しみに耐えられるかの。へ、では A ボタンを押して目の前の岩を108回叩くのじゃ。決してハドソンのジョイカードマーク2など使うではない。あー、これあれですね、最近の若い子たちは多分知らないと思うけど、うん、あれだよね、まあ通称連射器ってやつ。うん、 OK、 108回ね、いいよ、連打してやりましょう。どうかな、まだかな。オッケーオッケー。よくぞ辛抱したな、桃太郎。うひゃひゃ、お主に稲妻の地を授けてやろう。稲妻と唱えれば道の岩を立ちどころに砕く技じゃ。先は長いが修行に励み、鬼ヶ島を目指すんじゃ。オッケー、これちょっと試し打ちしてもいい。オッケー、はい、ありがとうありがとう。ちょっと敵にも使えるんですよね、あの敵稲妻の術使ってたから。ちょっと試し打ち、稲妻。おお、まあ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 、いいんじゃない。六角ほどじゃないけど、そこそこダメージ入るし、まあでも今鬼の金棒持ってるから、そっちの方強い気もしないでもないよな。4減るのか、4ですよね。これちょっと覚えとかないとダメだ。はい、 OK、 よし行こう。どうしよっか。さっきのあの洞窟みたいなとこちょっと行ってみる。いや待って、浦島の村あるっつって、だから浦島の村をちょっと先に見つけて確保しておきたいよね。安全を確保、え、毒の沼地これ、ちょっと下げよう、下げましょう下げましょう。南に行けばあるって言ってたよね。福の神来た、はい、あつる、いやー、お金なんかね、お金貯まっていけばいくほど不安になってくるのよ、あの全滅がね。うわー、なんか初見、うわー強い、8だって。いやいや、こっちもそれなりにダメージ与えてるから、殴り合いでいこう、殴り合いで。よし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 、あるんじゃない。 あった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 、あれだ多分、あの海辺にあるしね、多分あれが浦島の村だ。やべやべ、った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 、よーし、あぶなー、うわー当たらねー。ちょっと六角使って一気に倒すか、六角。はい、よしよしよし、よし、オッケー。ここに、じゃあ、浦島の村があるってことは分かった。天の仙人。だから、天の仙人の家をまずどこなのよって話でね。うん。オッケー。まあ、とりあえず、
宿屋泊まる？いいか、泊まらなくても。また仙人の家に寄っていけば回復できるしね。いや、とりあえず、今回ここまでにしておきましょう。何ですか？とりあえず、ここに、浦島の村があるってことが分かったんですけどね。とりあえず、さっきのあの、洞窟みたいなところ行ってみて、多分あれ抜ければ、キジ仲間になるのかな？対岸に同じような穴開いて、だから多分あそこから出てみたいな感じになると思うんだけど、はい。とりあえず先にそっち行ってみますね。次回はね。はい。というわけで、今回は、ここまでです。はい。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。